はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。では前回の続きで来たのはいいんですが、あ、ここが、あ、そうかそうか、過去だから場所は一緒ですね。ということはこっちか。はい、出たー。うわー、先制攻撃か、やっぱり。まずい。右のやつが気になる。うーわ。よし、なんとかなるかな。そう、ポーラのサイコシールドを貼ればスターストームアルファ防げるんですけどね。そのことをすっかり忘れて、レベル上げの時も何回か全滅しかけたんですよね。スーダラッタータコソノモノ、タコそのものやんけ。もうお前もタコでええがなみたいな感じですよね。もうタコでええがなみたいな、タコそのものとかじゃなくてタコでええやん。もうてき多くないか。うわー、え、なんで2匹もおったっけ、2匹もみたいな。いやー怖いな。いやー、敵が体力が多くなってきてますね、やっぱり。マジックバタフライ、あ、ミスった。うわー、やられた。マジックバタフライに気を取られたっていうわけではないけど、マジックバタフライ、いや、気を取られたで合ってる。マジックバタフライしか見てなかったっていう、ね。とてもリラックスできたってね。リラックスできたんかな、ほんまに。スーダララッター。スーダララッター。合ってる合ってる。なんかスーダララッターって聞いたことあるんですよね。何だったかなと思って。まあ、いっか。まあ、タコそのものは。タコそのものはね、そんなになんかしてこないですね。うわ、うわ、スーパーエナジーロボや。うわ、だる。うわ、あっぶね。こいつもやっぱ盗んでくんねや。さっきのタコのなんとかも盗もうとしてたんで、あれかなと思ったんですけど、何もしてこうへんかったからちょっと油断してた。でも、何も盗まなくてよかった。これで命の角笛とか盗まれたの時にはもうショックで。伝説のバット!伝説のバット。あ、ミスった。でも強、まあ、ここまで来たら強いんでしょうね、多分。あ、やっぱり。強いな。255やって。なになに?ヤドカリデビル。ほほ。スマッシュばっかりやって。グッズ。伝説のバット説明。ネセが装備できる武器。いやー、そのまんまか。なになに?うおー、びっくりした。なんか目みたい。すごく目に、見えてしまう、今の。閉じた時のみたいな。最後のスターマン。いやー、どうしよう。あんまり、PP 使いたくないんですけどね。まあでも、そうは言ってられないですね。やったね。あ、レベル上がった。いや、HP だけか。なんかショック。
あ、そうそう。ネスが、さっきレベル上がった時に、PP が一気に29上がったんですよ。まあ、だからといって、あれなんです。あれ、いや、別に嬉しいですけど、なんか、ネスじゃなくて ポーラとか上がってほしい。ここまで来たら。もう本当に。あー、ポーラ死んだ。20にかけようと思ったけど、それでミスったら嫌やからやめとこうみたいな。やばい。あ、分かった。もう、22ってなんなんもう。もうちょっと上がってくださいよ。よし。マジックバタフライもうちょっといててくれてもいいけどな。いや、最後のスターマンが何してくるかがすごい怖い。ああ、よかった。うわー、ミスった。いや、ミスってはないけど。怖っ。スターマン先祖から行こう。最後のスターマン。いや、でも、スターストームとかやってきそうですよね。やっぱり。いきなりオメガとかぶっ飛ばしてきたらもう泣きそう。いやー、怖いなー。よし。ちょ、なんかドキドキする。ここ意味。この、あえて細い道通るっていうね。なんかわからないけど、なんかちょっと、通りたくなりません？あ、ならない？いやー、ちょっと待って。あー、でも、あー、ちょっと待って。よし！ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。